ネだけで会社の売り上げが爆発した会社とかいっぱいあるんで。いや本当ですよ。あの僕の 大好きな講演家として先輩の大島圭介さん、大島圭介来たことありますよね。大島圭介さんなんてあれですよ、今高校野球のサポートしてますけど、いいねだけで甲子園に連れて行ってますからね。もういいねだけよ。えマジですよ。そんな難しいこと言える人じゃないから、あの人。そういや、分かる、会ったことあるか分かりますよね。難しいこと言えないんですよ、あの人。でも、いいねだけで人ってパフォーマンス変わるんですよ。だから、会社の中で、いいねを流行らすと、業績上がります。間違いないですね。あ、まあ、どんな時もいいねなんですよ。もう会社来た瞬間に、おー、いいねーみたいな。いいねって言ったら、なんかいいんだ、俺みたいな。分かります?逆を考えたら分かりますよね。何やってんのお前、何やってんだよ。いいから余計なことすんなよ。なんでそんなことやんだよ。とか言われちゃうと、どんどん心のエネルギーがちっちゃくなりますよね。で、心のエネルギーがちっちゃくなったらパフォーマンスは下がるんですよね。で、社員さんのパフォーマンスが下がったら業績は下がりますよね。で、いいねって言われたらなんだかいい感じになるんですよ。で、心のエネルギーはプラスになるんですよ。で、心のエネルギーはプラスになると積極的になるんですよ、行動が。すると、社員さんのパフォーマンスは上がるんですよ。社員さんのパフォーマンスが上がったら業績は上がるに決まってますよね。しかも皆さんはエンターテインメント業界で働いてる。もう言いますよ、もう。エンターティナーなんですよ。わかります？エンターティナーが、心のエネルギーがマイナスになったらもうどうにもなんないよね。わかります？エンターティナーっていつもお客様よりもエネルギーが高くないとダメなんですよ。違いますか？だってディズニーランド行ったらちょっとミッキー元気ないなとか言ったらシャレになんないよね。シャレになんないよね。ミッキーを僕たちより元気じゃなきゃダメでしょ。エンターティナーですから。皆さんそうなんですよ。いつもお客様よりもエネルギーが何倍も大きい状態で、ようこそってお待ちしてましたって、今日いつもとちょっと時間違うじゃないですかとか、なんか今日お洋服素敵ですけどどっかお出かけですかとか、なんかいいことあったんでしょう、表情見たら分かりますよとかって、エネルギー当たる側でしょ。そうですよね。だからここのエネルギーをプラスにするってことが一番大事な準備なんです。ある意味ですよ、ホールのお掃除とかセッティングよりも大事な準備かもしれないってことです。お客様にとってはもちろん大事ですよ。他のことも、物の準備もめっちゃ大事なんですけど、物の準備だけで準備が終わったと思うようなのははっきり言いますけど、アマチュアです。プロじゃない。プロはね、心の準備しますね、それはアスリートなんかみんなそうじゃないですか。アスリートが体の準備だけしますか？違いますよ。メンタルの準備しますよ。あの、僕マクドナルド時代に働いてて、この子すごいなと思ったアルバイトスタッフがいたんですけど、まあ、その時はね、ミーティングで、ホスピタリティ、おもてなしのレベルを上げるために、実践していることは何かあるかなみたいなディスカッションしてたんですよ。そしたらその子が、私いつも始発に乗るようにしてますっていうわけで、意味がわからんくて、どういう意味っつって、で始発で、一番最初座るんですって。だから後からだん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 人が乗ってくるわけですよ。そしたらね、席を譲るようにしてますって言うんですよ。だから譲るために座る。意味わかります？要は席を譲った時に、自分が、あ、また人を喜ばせるってこういう喜びだったんだって思い出すようにしてると。その体験をしてお店に入るようにしてますって言ったんですよ。マクドナルドのアルバイトですよ。すごいですよね。もうプロ。そういう人がプロなんですよ。別に何十年やったからプロとかじゃないと思うんですよ。やっぱね、心のセッティングができる人がプロだと思うんですよね。僕もはっきり言ってもう負けましたもん、その子に。僕そんなことやったことなかったもん、わざわざ座るんですよ。席を譲って人に喜んでもらう体験を思い出すために。頭で分かってりゃいいんじゃないんですよ。体験することが自分が大事なので、で自分の心のエネルギーをプラスにするんですよ。おじいちゃんとかに、どうぞおじいちゃんっつったら、うわありがとうね、優しいねとかで、いえいえとんでもないですっつって、なんか楽しく会話したりするんですって。その時に、ああそうだそうだ、私この喜びのためにサービス業で働いてるんだって思い出すそうですよ。レベル高いと思いませんか？心のセットアップしていきましょう。そのためにはね、もちろん自分でできるのもいいんですけど、お互い同士もできるともっといいんですよ。それがいいねでできるんですよ。いいねって1秒ですよ。いいね、いいね、もういつでもいいねって言ってるから。うちの会社なんかもういいね病、いいね今日なので、もうだいぶ頭おかしくなってるから、あの社員が、すいませんちょっと今日熱出してちょっと会社に遅れますって言ったら、いいね、もう癖なんで、もうね、正しさじゃないんですよ、癖。いつもいいねって言っちゃうんですよ。すいません、ちょっとお客様にメールを送るの忘れてました、いいね、いや今思い出したのいいねみたいな、もう後付け全部、もう最初一言目いいねっていう、なんかね、文化なんですよね、うちの会社って。だからね、うちの会社はね、なんかね、暗くなる瞬間がないんですよ。全部いいねだから。お客様怒らせてもいいねって言ってる。あ、それあんまり外で言わない方がいいんだけど。でもしょうがないじゃないですか、もう怒らせちゃったんだから。
ね、何やってんだてめえとか言ったらもうますますその子がやる気なくなって、下手するとお客様の信頼と社員一人失うんでそんなことないですか。あ、だから社員の心ぐらいプラスにしといた方がよくないですか。僕はそういう経営方針ですね、うん、お客様の前でそう言っていいのか、まあいいや、そうそうなんですよ、うん、まあ、ある意味も従業員の方が大事なんで僕お客様よりも、うん、だってお客従業員がダメになったらお客様幸せなんかできないですからね。圧倒的にもう従業員の方が大事ですね。もうお客様第二主義社員第一主義ですね、うちはね。あ、でもそういう企業が伸びてますよ。それが唯一の正解って言ってませんよ。お客様神様っていう企業も伸びてる会社はあるかもしれないけど、これからの時代は社員の心のエネルギーをプラスする会社、それが結果的に社員の心のエネルギーがプラスだからお客様にボーン行くんじゃないですかね。もう心のエネルギーってペイフォワードでしょ。自分の心のエネルギー溢れてるから相手にプレゼントできますからね、うん、物は違いますよ。物は渡したら減りますけど、うん、でも心のエネルギープレゼント、心のプレゼント、無形のプレゼントって渡せば渡すほど増えるんですよ。ほらさっきのあのアルバイトの女の子そうだったじゃないですか。わざわざ始発に乗って座って、まあ、お席をお譲りする、これって相手にプレゼントしてますよね。そのことで心のエネルギーが増えてるじゃないですか。そしてまたお店でお客様に喜んでもらうんですよ。そうするとうわー今日も働けてよかったってプラスになるそうですよ。どうですか、心のプレゼント、無形のプレゼントって渡せば渡すほど増えるんですよ。物と違うんで。だからエンターテインメント業界って最高なんですよ。とにかくお客様にプレゼント渡す渡す渡す、うん、そうすると自分も豊かになる。もうそれで家に帰ったら奥様にも優しくなるでしょ。だからエンターテインメント業界で働いてる人は家に帰ったらいつも奥様にいつもありがとうな、お前本当綺麗だなって言ってますよね。ちょっと気温が下がりましたか今大丈夫ですかいやいや、そんな風になりやすいってこと、いやもうなってなかったら、ね、足りないんですよ。もっとしましょう。働きながら家庭まで良くなるんですよ。それぐらいね、エンターテインメント業界とか接客業界っていうのは人生と仕事がつながってますから、離れてないんですよ。え、そう思いませんか。昔ね、僕マクドナルドの採用がすごく上手な店長がいて、いつもいい子ばっかり取るんですよ。なぜかその店長で、どうやってんのお前採用っつったら、ちょっとえぐい話なんですけど言っていいですか。結構えぐいんですけど、事務所2階あるんですよ。で2階の事務所なんですけど、アルバイトの子が面接に来る前にね、あのこれ言っていいのかな、まあいいや、本当にやってたんですけど、事務所の下にあのマクドナルドのカップとかポテトの箱とかを置いとくんですって、あのゴミのように。でそれを拾うかどうかを見て拾った子を採用してたんですよ。え、ちょっと渋い話でしょ。でもね、接客業的には理にかなってると思いません？え、つまり面接の時だけいいこと言ってるとか、ユニフォームを着てタイムカードを押してる時だけいいことをやる子を採用したくないってその店長は言うんですよ。日頃から人に優しい子でお店を作りたいっつって、見事にそういうお店作ってましたね。あ、だからさ、まあ、逆に考えると、それ採用の話だったけど、逆に考えると、いつも人に優しくなろうとしていたり、仕事場でお客様に優しくなろうとしていると、結果的にいつも優しい人になれるってことでしょう。めちゃめちゃ良くないですか。働きながら人間的魅力が上がるってこういうことだと思うんですよね。もうぜひそういう職業であるってことを忘れずにやっていきましょう。もうとにかくいいねです。いいね。あ、心のエネルギーをプラスにするって意味ですよ。いいねって頭が悪そうに見えるけど、めっちゃ理にかなってるんで、とにかくお互いに心のエネルギーを増やし合いましょうねという約束の一つがいいね。いいね以外もいっぱいあってもいいけど、いいねってすごく簡単なので、ぜひ取り入れてほしいと思います。